日本で10人目のチャンネル登録者数1000万人。はい、どうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルでございます。ここ数年 TikTok 出身の YouTuber の勢いが凄まじいですよね。1分程度で気軽に見れるコンパクトな動画、毎日5、6本という驚異なまでの投稿頻度、言語の壁を越えた海外ファンの多さ、これら3つの要因が掛け合わさった結果、純也さん、佐川さんを筆頭に TikTok 出身のショート勢がどんどん登録者を伸ばしています。数ヶ月でチャンネル登録者数100万人とか簡単に超えたりするんで、マジでぶっ壊れのチート性能ですよね。ということで今回は日本で10人目となるチャンネル登録者数1000万人超えの YouTuber 斉藤さんについてざっくりではありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。斉藤さんは TikTok や YouTube を中心に動画投稿しているインフルエンサーの男性です。心なしか遠藤チャンネルに似てる気がします。斉藤さんは2021年の6月から TikTok で活動しており、非言語のリアクション動画や不思議な色をしたお菓子を食べる動画など様々な動画を投稿しています。ちなみに現在斉藤さんの TikTok フォロワー数は950万人で、日本で11番目にフォロワー数の多いアカウントとなっています。950万人もフォロワーいるのに、まだ上には10人以上も TikToker いるの恐ろしすぎますね。 YouTube では2021年の7月から動画投稿を開始します。再生数数百万回超えの動画を何本も叩き出し、チャンネル開設からわずか1ヶ月でチャンネル登録者数100万人を突破します。斉藤さんのチャンネルで一番バズっている大きな風船の中に入ったコーラにメントスをぶち込むという動画は現在なんと4億6000万回も再生されています。あの4億6000万っていう数字がヤバすぎて実感が湧かないんですが、他の YouTube 動画と比較してみますと、だいたいオフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダーと同じぐらいの再生回数ですね。とんでもないことになってますね。ちなみにこの動画ではメントスを入れたのにコーラが無反応であったため、なんと斉藤さんは風船を叩くという機構に走ります。この様子がね、海外で受けてバズったみたいなんですが、ステハゲさんのスイカ割り動画と完全に一致してますね。動画のコメント欄ではこの斉藤さんの機構に対して、彼は本当に薬が必要です、もうメントスコーラも関係ない、ただの気候で草、コーラ吹き出ると思ったら全然出なくてネタがなくなり発狂するヤバいやつと様々な意見が寄せられています。このように数多くのヘンテコショート動画をアップロードしていく斉藤さんは、なんと2023年の7月に日本人10人目となるチャンネル登録者数1000万人を突破しました。チャンネル開設からわずか2年で1000万人ってとんでもないですよね。あのヒカキンさんとかはじめしちょーさんなどのレジェンド YouTuber が10年かけてようやくたどり着いた1000万人に、ショート勢の YouTuber って1年とか2年で軽々と到達するんで、やっぱり TikTok 出身のインフルエンサーの影響力は侮れないですよね。あの僕もね、もう明日からメントスコーラ失敗して気候に走るステハゲさんみたいな動画をねアップロードしていこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。